皆さんこんにちは。こんにちは。着物節チャンネルの石田節子です。はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。映画華やかでございます、今週。ね、昔さやったよねケビンとね、コレクションね、コレクション、私の帯のコレクションっていうか、はい、締めてないのもあるんだけどもったいないから取ってあるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、あの丸帯から、はい、だいたいあのちょっと柿の帯までなんだけど、うんうん、あの柿っていうのは手書きのね、はい、で、全部戦前のものになる、うん、昭和初期、はい、でなかなかないから今もうどんどんなくなっちゃってね、貴重な、もう見えちゃってますけど画面に ね、ということで、ね、そんなものをちょっとお見せするのもいいのかなということで、うん、ちょっと今回はね、はい、まあ、梅の季節ぐらいまでですかね、お正月から。そうですね、ちょっとそういうモチーフ、桜はないまだ先だから、うん、次やってもいいかなって思ってますけど、水仙とかも、まあ、あのよくあのお正月の前に、うん、あの生け花、私生け花もやってたの、はあ、古流です、そうだったんですね、教授です私、あら、はい、全部できるんです。新装体っつってこうやってこう溜めて溜めて、はいはい、全部建材刺すんだけど、うん、お正月は水仙を全部ばらすのよ。やってたんですね。綺麗に4つ葉を揃えてからこう刺すんですよ、うん、刺して、うん、だから水仙は欠かせないんです。ちょっとじゃあね、それは差し込んでおきますね、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、なんといってもちょっと先生がこちらをね、あ、そうですね、着物の方もねちょっと触れなきゃいけないところでありますけど、前にほら質問に答えるってやつで来てたの。やってましたね、はいはい、であの招き猫持ってやってた気がするな。覚えてる、はいはい、でそれしか着てなかったので、うん、今日はちょっとこれクルメガスリの教員なんだけど、はい、なんかすごくいい言葉が書いてあるんですよ。そうですね、あの復興に向けてね、はい、良くなるっていう全部その、うん、言葉がね、なんだっけ、五福十がね、はい、まずね、五福十とか、はい、そのいろいろそこに出るんですね、はい、テロップが、テロップ入れてきますけど、はい、あの天頂地球とかね、いろんな意味合いがね、うん、ここにね、そうそう、なんか変わらないで良くなるみたいな言葉が書いてあるので、はい、そのクルメガスリにして、うん、あの帯は、あの帯はね、これ岡本さんという方の片絵染めの方なんですよ、はい、でそれのこうちょっと賑やかな帯にしてありますけど、うん、あのこれも四季が、四季が書いたのね。そうですね、日本の四季、だから日本の四季はどんどん崩れちゃうでしょ、うんうん、だからそれが、まあ、取り戻せたらいいなっていう意味も超えて元気になる、はい、で帯留めにあの、おたふくですね、はい、これはおそらく工房さんのおたふくにして、うん、入り もあのただの切れなんだけど、昔のアンティークのそれをおたふくにして、うん、まあ、皆さんにまた服が ね来ますようにと願いを込めた、はい、ちょっと今日はコーデになってます。そういうね、はい、メッセージが込められたところでございますけども、はい、どこまでできるか分からないけど、ね、いやいや、僕もね、先生とご一緒してから初めて知りました。この丸帯っていうね、帯のことをね、うん、存じない方ももしかしていらっしゃるかもしれないので、ね、あ、そうですね、はい、はい、ということで、じゃあご紹介をしていきますか。そうですね、行きたいかなと思うんですけども、はいはい、じゃあ種目にね、分かってるやつ、はい、こちらがね、つづれっていうんですよ。つづれの丸帯、つづれの丸帯、はい、でこれが全部松竹梅とか宝尽くしになってて、正月にこれ折るのすんごく大変なの。今もう全然できない。で丸だから表裏が一緒なのよ、続いてるの。 こっちもね、ここが輪になってるでしょ、はい、で本当はだからこの幅でこう、ね、はい、折ってって、それを折ってるやつだから、はい、しかも裏表に柄がだから出るのね。すごい。でこうはつり目って言って、つづれってこうあのちょっと穴が開いてるみたいな、はい、これ引き返し引き返しをって言うから、うん、ものすごく大変なんです。だからそれの帯ですね。ほらほらほら出てきました。これとツルとかね、ほら裏も表もね、すごいよね。ツルがいて、はい、もう こんな技術が昔はあったっていうところで、あのかけてみました、うん、どうですかね、これだけね、うん、柄をたくさんね、うん、折って表現するっていうね、ないと思う、ね、だからもうできないんだよね。だからこういうのもどんどんなくなっちゃってると思いますよ。これ先生でもどういう時に、例えばその撮影の時もそうですけど使ってたりとかしました？あ、お見せたりとか結婚式とか、あのお呼ばれした時とか、はい、そういう時に締めていきましたよ、うんうん、昔は。最近重いから締めれなくなっちゃって、はい、でもお呼ばれもないのよ結婚式のみんなやんなくなっちゃったでしょ、まあまあまあ、コロナ禍 そうですね、だからお呼ばれがあんまないんで締めていきませんけど、うんうん、あのそういう時によく、ね、はい、締めて、あと黒留めとか、あと昔はこれでも振袖に締めたりしたと思いますよ。いいですね、はい、振袖でこう大きいお太鼓のふくらすずめとか、はい、ただねこれ締めるのが大変なわけ、暑いから結ぶ人がものすごく、うん、はい、だから結んでくれる人がいないと難しい、難しいね、はいはい、一方ね、うん、逆に反対側の方にかけてるのはこちらね、はい、松の、こっちはねよく私が締めるの、はい、これは楽だから、あの、うん、本当は
その同じ丸帯を切っちゃったの半分に。それでちょっと掛け軸みたいでしょ。そうですね、日の出と松で、うん、で本当は裏があった、裏はもうこう同じなんだよね、はい、それを2つに切っちゃったって、ね、これ締めやすいようにしちゃった、うんうんうん、だからこれはよくあのお正月とか、ね、あのこれもおめでたい時に締めていきます、はい、これは締められやすい。タレントこもさ、ね、これとこれで、はい、これね全部直しちゃったから、ここを本当は引き抜きって言って、はい、逆さになるやつを逆さにならないようにしてあるから、うんうん、切ってんのそこでね、ちょっと、うん、こういう風にタレにもちゃんと出るように、ね、出るようになっておりますよ。本当に先生おっしゃってましたけど、掛け軸のようなね、そう掛け軸みたいね、はい、前も切っちゃったから、ね、うん、前もね松ぼっくりと、はい、でほらこういうとこもほらついちゃってんの、はい、こういう繰り回しもね、うんうん、できますよ、はい、丸帯だったら2つに分けて、そうですよね、でもだいぶ刺繍が取れちゃったりしてるな、色が素敵だな、はい、ね、今こんな写実的っていうか、その、ね、なんていうの、墨絵じゃないけどさ、はい、昔の光琳、うん、リンパとかさ、そういう感じにさ、の図案ってないんじゃないかな、あんまり。そうですね、うん、でしかも刺繍、全部刺繍なんで、まあ、贅沢、ね、できないかなとは思う。ちょっとオープニングトークにふさわしい2本のご紹介でございました、ね、はい、はい、じゃあ早速ね、はい、ちょっとね先生も動いていただきながら、はい、ご紹介、おー出てきた、これもよく締めるんですよ、懐かしい、はい、あのことぶきっていう字の中に、はい、全部このいろんな花とか尻尾だとか打ち出の小槌とか、はい、おめでたい柄が全部入っていて、全部しこの細かい刺繍今できない、これも丸帯なんですよ、うん、だから裏は ねないんだけど、これも輪になってて、はい、ここのところが あここは服です ね、はい、ですだから今できないかな、 このようにそうですよね、なんだけど、はい、で前が樹ですね、うん、ことぶき、ね、こっちもことぶきの上をなくして半身にしてるから面白いよ ねでもこれ先生はそういう風にしてもらったんですよね。違います、これ私何にもいじってないです、もともとこれ、あそうだったんですか、だからこのまま締めてます。すごい素敵、はい、最初からこうだったんですね。そう最初からこうですね、はい、これもこれはちゃんと二重太鼓になるようになってます ねここにあるんですよ、切って、うん、輪っかにして締める場合はでもここに出てるから二重太鼓でつながりがちょっと刺繍でね、はい、そこの表現がね、うん、ね、すごいよね、うん、まあ本当にインパクトもありながらでもちょっと控えめな感じも少し感じたり、うん、そうなん、意外と合わせやすいですもんね、合わせやすい、先生ね、はい、だからあのよくこれはこれもよく締めてます、ね、そうですね、おめでたい席にねぴったり、うん、はい、続けて ね、こちらも覚えてますよ、はい、ね、これもことぶきなんだよ ねことぶきの字が全部違うの、うん、なんかこう象形文字みたいなのと、ね、あれで、でこれも丸帯で、あ懐かしい、ぜひねちょっと過去の YouTube も合わせてご覧いただきたいんですけど、ね、これをこうやるとことぶきがみんな字が違うっていう ねでこれ裏はねないの刺繍が、うん、でも丸帯ですね、それでここのここがまた違うことぶきが出てくる、ね、うん、はい、面白いよね、これも結構でも先生締められますよね、あ締めます、ね、これもあの締めやすいんで、ね、色も本当にで芯も薄いのよ、だからこれだと締められるんだけど、ね、そうですね、はい、丸帯でもか、はい、まあ面白いよ ね図案が面白い、うん、でこんな長くあるから、まあ、どこ出していただいてもいい、面白いですよね、うん、感じで、これはやっぱ裏がないから、うん、このままね、はい、先ほどのやつね、文字のね刺繍っていう形でね、うん、ちょっとご紹介していきましょう。でもこんな密なんだよ、ね、本当にすごいなと思って、昭和初期ですもんね、昭和初期です、はい、全然こうなんていうか古臭くなってないというか、だからこれ、ね、これ割と粋な人が締めたのかなと、ね、物持つパワーがすごい、はい、もうそんな気がいたしますよ、ね、そして打って変わって、はい、打って変わって、これがあの多分京都かな、京都の風景だと思うんだよね、これと勝手に思ってましたね、うん、うん、でこれも丸帯なんですけど、これも刺繍でね、そう刺繍で、これは細かい刺繍で、ね、すごい、こう全部風景をあの、うん、全部描いたものですね、でこっちもこれもよく締めてたんだよね、いやそうで、うん、印象あります、これやっぱりそうですね、これ五条の橋とか、うん、そんな感じの雪景色に家が入っているっていう、うん、あの
帯ですね。本当に今ね1月収録します、ね、1月の時期とかね、うん、まあ、もうちょっと早かったら12月とか雪降る京都もありますけど、うん、まさに今の季節みたいな感じで ね、そんな時に締めていったらいいですよ ね、 ね、はい、みんな後ろから見たら見ちゃうよね。確かに後ろからおっとなりますもんね、はい、さっきのね、あの刺繍でのね文字と違ってね、結構こういった絵としてのねものもね、この後出てきますけど、うん、もうこういうのないよね、うん、ないですよね。これ描くのはできるけど、はい、刺繍でやるっていうのは相当大変ですね。その時のねやっぱりもうね、はい、良さですよね、そして今度はあのこれはあのつづれなの、つづれに刺繍、つづれの織りでしょこれ、はい、でこれはつづれに後から刺繍を、刺繍でね、でこれは沖縄っていう、はい、あのお正月っていうかおめでたい、よく31日の除夜の鐘が聞こえた時に外の、うん、あの能ってもともと外なのね舞台が、はい、雪の中でこう舞うような演目で、うん、沖縄という演目のこれが表面ですね、はい、になります。でこれがちょうどだからそういう意味でお正月に良いかな。でここが麺箱っ て、 言って、はい、お麺を入れる箱、うん、でこれはこ千鳥は関西流なんですよね。は流派で五流あって、はい、関西、コンパル、コンゴ、北、宝生とこの五流あるんで、その中のこの千鳥は関西に、うんうん、はい、でこれが披露着になって、ここがお笛ですね、うんうんうん、はい、で裏はねないのこれ、だからそういう意味でちょっとおめでたいことを連想するという、うんうん、あの知ってる人が見るとなるほどってなりますよね。神事、まあ、っぽいからね、神のこと、うん、だからそういう意味で言うとまあいいのかなって思う、うん、好きなんです。これはなんかお腹の方に出てくる感じですかね、はい、ここ、はい、前腹のところに出てきて、つづれにね刺繍ってすごく大変なの、うん、手に穴が開くって言ってつづれって詰まってるから、はい、だから手に穴が開くって言って池田先生がよくおっしゃってました。なるほど、貴重な一本ですね、はい、そうですね、もうできないかな、コンタクトがあって、はい、素敵な帯でした、はい、ありがとうございます、はいはい、でこれがあのちょっと綺麗でしょ色が、はい、元気な丸帯、あーでも帯自体もそもそもねすごいね、はい、これ素敵な、ここはこう逆さでしょ、あ柄がで、こことこっちが出るんですよ。なるほど、あの締めると分かるかな、この引き抜きって輪っかにしてみて、まあましたよね、でこう垂らすと、はい、こっち側とこっちが逆さになんなくて出るんだけど、ね、うん、みんな不思議に思うらしいのよ、一重でしょこれ、はい、だからその輪にすると二重のそれになるっていう攻め方の、前それを一生懸命撮った動画がありまして、ね、そうね、コメント欄にもうまるでお産を見てるようでしたみたいな、はい、ああ私がやってるやつね、そう頑張って出てきた、あれ大変だった、そうそうそう、はい、だからこれ本当あの結ぶの一人じゃちょっと大変そうですよね、うん、でも昔はみんなこうだったやってたわけですもんね、うん、でこっちが前腹、うん、ね、はい、で手先に刺繍がある時もあるんだけど、これはないかな、あないですね、うんうんうん、でこれも裏がないんですよ刺繍で、裏は裏であったから、あちょっとだけこっち側 に、ね、なるほど、もうだいぶ金駒、これ金駒刺繍って言うんだけど、はい、金駒に始まって金駒に終わるっていう風に私は聞いてたけど、刺繍って、うんうん、それぐらい金駒止めが大変だっていう、へ、まあ、止めるのね、こうやって糸を最後そこの、ね、うん、だからそれ取りやすいんですよ、細い糸で渡すから、なるほど、こういう風に、ああなるほどなるほど、本当だ、うん、だから取れちゃうからそれをまたつけるのが大変なの、うん、だからこのままにしてる、なるほどなるほど、というね、はい、やっぱねちょっとこの時期に見るとね、またがるね、ここにも、あ、本当だ、ちゃんと柄がつながって、つながってね、はい、丸帯のちょっと特徴ですよ ね、うん、ね、そんなこんなでございますよ。昔は池田時代、はい、池田に勤めてた頃もこういうの山のようにあったので、あのでも買えなかったのよね、お金なくていや、はい、そうですよね、こんだけ刺繍がね、はい、そうなんです、だからちょっとだけあるけど、うん、いろんなあれで、はい、先生のコレクションをご紹介いただきました、はい、じゃあ先ほどはね、ちょっとそうそう重厚なね、うん、丸帯からちょっと外れて、はい、これもあのこれ染めに刺繍なんですよ、だけど丸帯は丸帯だった気がする、さっき一生懸命探してた、そう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 、でこれ蘭に菊に梅で、あのまあ、これも四君子かな、四君子か、四君子っていう、これも引き抜きなので、ほら逆さでしょ、逆さに出てきますね、うん、はい、こっちがこっちだから、あ、はい、で水仙と、だから
そんな模様が刺繍で、染めに刺繍の丸帯になります、うん、はい、これ昭和初期に作られてるんですよね。そうです、そうです、とてもそう思えないぐらい本当現代でもすごいもね、こっち側まで柄がすごい素敵な、ね、色合いの刺繍に、なんかこのぼかしが素敵よね、うん、ぼかしこう亀、あの亀だれかな、はい、って言うんだけど、これは前になりますね。こっちは何もないかな、うん、はい、紬にも合っちゃうのね、うん、このと、だからよく締めますよ。本着でも当然ね、全然本着でももちろん、ぴったりですよね、もちろんもちろん、あと色文字とかね、素敵と思います。あのお正月からもなんかいいですよね、うん、秋もできるし、うん、まあ梅が結構来てるからお正月から2月3月ぐらいまではいけるかなと、まさにね、はい、これは何点かな、はい、結構当時のやっぱりこういったお花モチーフとかね、うん、いいですよね、まあ、季節を、 ちゃんと大事にしてたから、うん、四季の帯を常に締めるっていう感覚だったと思いますよ、うんうん、だけど今やね四季がなくなってきちゃってるから難しいですよね、うんうんうん、ということで、はい、これ光琳の梅、はい、光琳が描いた梅をそのまま光琳っていう字とともに、これも引き抜きで、もうほらこれほら汚くなっちゃって、汚いっていうかほらこんなに、まあね、経年的なね、はい、うん、でそれがこれも木抜きだから氷が逆さになってて、うん、木抜いて、まあ、やるんで、こっちがやった時はこっちがね雪輪なの、これがね絞りの、だからこっちが出るんですよ、タレはこれが出て表はここまでこの色っていう感じになった。でこれもこう波にね、うん、梅で氷ってなって氷かな、はい、なってます、素敵だよね、私も情緒があって大好きなんですよね、うん、でこっちが雪輪に雪の結晶が全部絞りなんだよね、こっち側は柿じゃなくて、で前がここかな、はい、はい、というね裏表で、まあ、冬の感じっていう、ね、はい、面白いよね、リバーシブ楽しみですけどね、はい、払わせ帯になります、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、はい、こちらもこれはわらずとに ね昔の犬なんか昔の犬っぽいでしょ、ね、はい、それに梅がわらずとって、あのこれでほら雪とかを避けるの、はい、そうですよね、だからこれ金沢とかね、松とか松よけこうやるじゃない、はい、だからこれあの梅のほらあの木をこう守るわけですよね、あ裏もあって、これね実は本当は丸帯だったと思うよ、はいはい、丸帯を名古屋に直しちゃってるから、うん、それで裏も模様が出ちゃってるっていうのがこれ丸だな、うんうん、はい、先生はもう見た時はこれ最初名古屋になったんですよね、もうそうそう、ね、最初からそうですよ、直してあったのでそれを買いました、うんうんうん、手書きのなんか感じが素敵でしょ、うん、こういう墨書きの ねそれこそ本当今まさに墨書きのねテイストの雰囲気があって、うん、そうで手先にも残したの、ああなるほどね、いいですね、こういうふうに長さ切っちゃって、うんうん、きっとあの線もあのあったから締めやすいように名古屋、全然名古屋ないですから、ね、うんうん、はい、だからあのそういう意味ではそういうふうにしたんじゃないかなと思われる可愛らしい ね、いいですね、はい、先生の中のなんか持ち物で結構こういう動物モチーフって意外と珍しくないですか、あ珍しいですよ、ね、うん、だからあのなんていうの、これはそういう構図で、うん、なんかこう手書き風が素敵な、そうですよね、うん、素敵な、これもどっちかというとほら掛け軸っぽいでしょ、うん、はい、だからなんかそういうのっていいなと思って、そうですね、うん、ちょっと珍しい実は、はい、最後、はい、こちら最後ですね、これあの椿に梅で所々に刺繍、柿と刺繍、うんうん、はい、ということでこれも前そうですね、でも締めてたと思うんだよね、でしかもこれも多分丸帯だったのを、すごいなこれ、すごいんですよ、もうなんかよくわかんないでしょ、どこがタレでどこが手みたいな、わ、うん、かんないの、ほらどんどん出てきちゃって、これ丸帯を裏はほら違うのにして、はい、つけちゃってるから梅が刺繍か、ここは、はいはい、模様が続いてるから、うん、これも引き抜きで締めてたんだと思う、うん、これ締められんのかなこっちが手かな、うん、ほら全然わかんなくない、どっちが手、それぐらいね、もうあっちもこっちも入ってますけど、こっちが手、ん最近締めてる、あーこれ手先だ、でこっちがあれだとすると、はい、こっちが、ここにもあるから両方にあるんですよ、うん、で普通の二重太鼓にするとこっちがちゃんと出る、引き抜きにするとこっちが逆さ、なるほど、でその時はこっちが出る、
今そういう引き抜きの帯結び分かる人っているんですか？着付け師の人だったら分かるんですかね、うん、なかなかされないですよね、うん、でもね、そうですよね。桂さん今日来てくれてるんですけど、うんうん、これから着付けのことを取るので、はい、桂さんとずっと20年間やってきたけど、うん、私たちは丸帯をしょっちゅうしますので、うんうん、できるけどできない人の多いかもしれない。そうですよね、はい、角出し時代衣装のね、はい、松竹衣装さんとか、うんうん、そういう人たちはみんな多分知ります、うん、はい、角出しと同じことだ。輪っかにしてここ下げるっていう、うん、そうですよね。で中で唐揚げて角出しにするんで、その名残なんですよね、うん、昔江戸時代は帯締め使わなかったから、はい、帯締め屋さんができたのって江戸の末期ぐらいからじゃないかな。そうなんですね、はい、だからそれでこう止めるっていうのができたんで、うん、ここないんですよね、うん、よく時代劇見ていただくと帯締めしてないと思うのね。帯揚げだけはこう中に入れてると思うんだけど、だからそういうやり方でみんな引き抜かないで輪っかにして裂れた下をもう一個からげてこう角を出して、うん、そのままのこうパホパホして、うんうんうん、こうやって走るとかパホパホ、はいはい、ああいう感じだったから、その名残で全部柄付けがこうなってるんだと思う。だから手先もすごく短いんですよ。だから手先が出ないのこっちの、うん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 、でも真ん中でもいいのよって言ってあるけど、ただ角出しはできないのよ、この長さで、はい、だからそれの名残でこういうはい、なってるんだと思います、ねはい、貴重ですよね、丸帯こういうふうに見ることがそんなにね、まずないですね、なかなか今はね、うん、それをこういろいろ工夫して作っちゃったって、うん、はい、もったいないもん ね、はい、これだけねやっぱ柄があると綺麗よね、見せたいですもんね、こうやってさ、こうやってさ置いといても綺麗だもんね。そう、はい、本当に楽しみですね、梅が咲く季節がね、もうちょっとですけど、まあこういう帯もどんどんなくなっちゃうから、まだ取っときますから、はい、はい、お店に来たら、ね、ったら見たい方は言っていただいて、ぜひぜひですね、はい、はい、先生今日ねちょっと久々にやりましたけども、ね、なんかどうでしょうかね、いやあんまりほらもうなくなっちゃったから 2,3 年ぶりですもん、まあ、紹介するの。そうですよね、うん、だからあの時はあんまり反響なかったわね、まあ、始めたばっかりでしたから ね、 YouTube そもそもだからこういうのもありますね、ぜひちょっと季節を追いながらねまたご紹介していきたいですけど、うん、まだアンティーク屋さんがいくつかあるけど、うんうん、そういうところはみんなご存知だと思うんですよね、はい、店主の方とか、うん、なかなかその時代交渉を分かっていないと、うん、こういう帯扱えないかもしれないですよね、うん、もしかしたら本当にねご自宅を、ね、おばあ様とかでね、うん、あるかもしれませんのでね、あ、たまに言われますよ、これどうやって結ぶんですかって、だから明日こうやるのよ、ね、ぜひお店にね、はい、先生にまたちょっとお問い合わせいただければなっていうところですよね、うん、普通に引き抜いて普通に結ぶより情緒が、うん、輪っかにして落としてこうやってあげると、はい、なんかなこれだけが出ます、ね、割ってするんですよ、うん、カチッカチッカチッって、うん、今の帯じゃ ない雰囲気が出るんですよ、うん、だから今の帯でやっても出ないんだそれが、うん、でやっぱりこういう帯だとそういう風情が出るというか着てる人の体に沿ってなんか風情が出るような気がしますけど、うん、そうですね、はい、今回貴重なご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたちょっとね、次回以降もね、はい、たまにご紹介できればと思ってます、ね、そうですね。次は桜かな。そうですね。はい。はい、ぜひぜひ春の帯。はい。皆さんコメントでね、ちょっとこんなの見たいとかある。再生回数がいっぱい来たら頑張ります。だってさ、見られないと悲しいんだもん。繰り返しじゃあ一人3回ぐらい見てくださいね。はい。はい、お願いいたします。お願いします。はい、ではまた次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。